プーンの赤西さん、大丈夫でお楽しみに。スタイルショー。はい、女性視聴者の皆さん、お待たせいたしました。本日のスタイルショット、美少年です。カトゥーンからね、はい、赤西仁さんにいらしていただきました。よろしくお願いいたします。赤西さんは東京出身の20歳、100人を超すジャニーズ Jr. の中から2001年に結成された6人組グループカトゥーンのメンバーです。1998年に14歳でジャニーズ Jr. 入り、2000年にはドラマ出演を果たし、現在も歌番組や舞台、CM で活躍中です。ね、いやいやいや、ただいま20歳でありながら、もう14歳からですから、もう6年間は。そうですね、はい、入って6年になります。どうですかこの6年間って。短いですね。あ、本当、はい、やってるとすごいですよ。聞こえますか？もうね、すごい朝からね、ファンの方がね、外で待ってらっしゃったの。風邪ひかないでね。あとあの観客3万人募集されていたライブには、はい、なんと55万人もの予約があったということなんですね。やっぱ生で見たいんでしょうね、ファンの方は。ね、なかなかチケット手に入らないんですよ、ね。ね、うん、はい、ただですね、1月から、はい、極戦の2に出演されるということで、はい、もうファンの皆さんのみならず、皆さんで楽しみな、ね、はい、ね、ぜひテレビをご覧ください。はい、さあこのコーナーですね、ゲストの方のプライベートを写真やグッズでご紹介してまいります。ではまずこちらからご覧いただきましょう。はい、あ、かわいい、僕の愛犬のトイプードルのピンちゃん。あ、トイプードルね。はい、今毛が黒いんですけど、年を取るとシルバーになるんですよ。はい、そうなんですか。はい、ということは今いくつぐらい？え、もう1歳も経ってない。もう何ヶ月。じゃあ、はい、じゃあもう今ね、家に帰るのがすっごい楽しみで。すごい楽しみですね。直行ですね、家に。あ、そうですか。はい、楽しいし、癒してもくれるしね。ね、どんなに疲れてる時でも癒されますよね。そうですね。どんじゃうね。はい、お名前はなんていうんですか？ピン、ピンです。ピンちゃん。はい、ピンちゃん。ピン。ピンピンです。ピンです。あんちゃん。ピンです。やっぱり、ジンくんが自らお散歩とか？いや、お散歩はうちしないんです。あ、本当？はい、まだ赤ちゃんだから家の中で始まるだけでも十分。そうですね。朝も起こされて、毎日。同じ時間にね、ちゃんと起こしてくれて。そうなんですよ。はい。もともと飼おうと思ったきっかけは？ですね、ペットショップに、はい、友達と行って、もう一目惚れで。あ、もう目が合っちゃって、運命なのね、こういうのって、ね。よく言いますけど、本当にそうなんですね、皆さんね。はい。そのうちね、ペット同伴でも OK なレストランだったり、キャフェだったりでね。はい。キャフェ。もうそっちに行くんだね。あら、ピンちゃんを連れてるね。素敵な。絵になるんでしょうね。ねえ。キャフェに。はい。ぜひキャフェに行ってください。さあ、続いてまいりましょう。はい、続いてはこちらです。ウニですね。あ、ウニ、お寿司。お寿司ですね。最近大好きなんですよ。へー。で、ちょっとこの店のウニに感動して、一人でシャメールをこうやってガーッと友達に送って、うまそうでしょっつって。したらお返事は？お返事はもう帰ってこないですね。それ悔しいものね、羨ましくてね。お寿司はやっぱり、ご家族でいらっしゃったりとか。そうですね、はい、友達と行ったり家族と行ったりしますね。あとメンバーの仲間とかね。あ、そうですね、たまにお寿司食べてます。いいですね、お寿司なんてね。でももう二十歳ですから、お酒の方も。そうです、飲めるんですけど、いや、でもそこまで飲んでないですね、僕。はい、まあ、慌てなくてもね、これからで。これから、やっぱりでもメンバーの皆さんと一緒に行ったりするんですか？そう、たまになんですけど、あんまりでもメンバーとは毎日会ってるんで。そうですね、はい、もう仕事終わって家帰ってですね。学生時代からのお友達と会いたいものね。そうですね、お忙しいですから ね、なかなかそういう時間もないと思うんですが、はい、ね、逆にでもジャニーズの先輩ですとか、そういった方と一緒になることは？滝沢君とか。滝沢さんとかね、は仲良くさせてもらって、でご飯食べに行ったり、はい、ウニとね、イクラと、ね、トロもいいですけど、ちゃんとお野菜もね、はい、よく食べてください。お母さん。そうですよね、お忙しい中で大事ですからね。はい、さあ続いてまいりましょう。続いてはこちらです。あ、ジーンズですね。ジーンズ、デニム。これ赤西さん本人が。僕のですね、これは。はい、洋服が好きで。でも今ジーンズってなんて言うんでしょう、
すごい高いのとかも。そうですね、最近ものすごい高いですよね、うん、ヴィンテージものとか、ね、びっくりするくらいでも値段ついてますよね、うん、やっぱご褒美でご自身買ってあげたりとか。たまにやっぱり、はい、ご褒美で、うん、でもまたジーパンが似合うね、いやいやいでたちですよそのスタイルそうですね、上げすぎない、いや本当よ、本当ですか、もう私とねこの映像見比べてみてくださいの、いや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 、二十歳のジーン、でも、うん、山崎さんのことをもう家族があるみたい、好きなんですよ。何をおっしゃるんですか。いや本当ですよ、テレビ見てて。本当、はい、お母様おいくつ。お母様が34ですね。 34?35 ですかね。私35歳よじゃあ下手すりゃジン君は私の子供よ。そうなりますね。こんなお母さんどう。あ大丈夫です。可愛いです。本当に今日これこそね、私授業参加にお父さんみたいなもんよね、ジン君。お父さんね、まさにそうなりますね。なんか私とジン君がキャッチボールしたらすごいね。ちょっとね。お母様、ジン君頑張ってますか。でも普段はやはりじゃあそうやってご家族と皆さんで遊びに行ったりとかされるんですか。カラオケに親と行ったりしますね。仲いいんですね。仲いいですね。兄弟みたいな感じになるんですね。そうですね、なんか喋りも友達感覚で、逆にね悩み事とか相談しやすかったりね、いろんなこと話しやすかったり。カラオケとか行ったらどんな曲を。へえ、カラオケですか。いやなんか僕入れられたのを歌う、自分であんまり前のリクエストで。そうですね。その時はちょっと踊りも。いや踊らないです。なんかね演歌とか歌っちゃったりとかするんじゃないですか。いや演歌は分かんないんですけど、うん、でもやっぱ先輩の曲とかもちゃんと。あそうなんだ、はい、そうですか。最近はニュースを歌いました。ニュースさんが、はい、やっぱ誰に憧れて所属したりとかってあるんですか。最初全然分かんなかったんですけど、やっぱりでも会って一緒に仕事をしてると、うん、それぞれ尊敬できる部分が皆さんね、はい、素晴らしい方たちだから、はい、ありますね。歌もそうですけどスポーツも得意そうですよね。サッカーやってましたね。あサッカー、はい、踊りとかもね素晴らしいものね、うん、いや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 、今でもじゃあオフの時はサッカー皆さんでしたりするんですか。いやできてないんです。あなかなか時間が、はい、最近は車の免許を取りまして、うん、ドライブとか。あら、そうなんだ。一人でもしますね。なんか空間が好きなんですよ。すごい。どこを走るっていうの、空間の中で俺は運転してるんだっていうのがもうストレス感じましたり。そうですね。はい。車の中ってね、ある意味本当に完全に密室でね、うん、自分だけの世界が作れますからね。そうなんですよ。はい。なるほどね。でもあれよ、安全運転って。気をつけてね。はい。なんかお母さんみたいな。もうでも今日はそんな感じですね。本当ですよ。いやいやいや。はい。なんかですね、誰とっていうのを、誰とドライブに。ドライブですか。一人とか、やっぱりでも同じメンバーとかも。またあれでしょ、なんか彼女とかいるのとか聞いてほしいじゃない。そうなんですよ、ね、今カンペが出ましたからね。ジン君まだ彼女いますって。仕事が恋人ですよ。そうですよね。お忙しいですからね。はい。さあそんな、はいはい、赤西さんなんですが、昨日13日から16日まで4夜連続で放送されるスペシャルドラマ「クリスマスなんて大嫌い」に出演されています。やっちゃった。だから深田恭子さん演じる今時の頑張ることが大嫌い、そしてクリスマスなんて興味がないという女の子と、赤西仁さんが演じるそんな彼女が大好きな、そしていつも弟扱いされてしまう男の子の等身大でちょっと切ないファンタジックなラブストーリー。山田優さん、金子健さんも出演の4夜連続放送です。私これ昨日見ちゃいました。いかがでした。楽しかったですよ。本当ですか。なんかもう今日ですよね、今夜もあります、うん、絶対見ます。あ本当ですか、ありがとうございます。見てください、ね、そう言われてみればお二人、小野寺さんと阿部ちゃんから見て、もし仁君が弟さんだったらどう。なんかちょっとね、姉としては心配になりますね。そうだよね。女性で悪い虫がつかないかとか、体のことだったりとかね。そうですね、さそんな仁君にはね、はい、頑張っていただきます、はい、スリーショットダンスです。おスリーショットダンス2。ルールは今までと同じ、3回ダンスを投げてその合計点を競います。真ん中なら50点、1から20まで刺さったエリアの点数がそのまま得点になります。ちなみに外側の細いリングに刺されば得点は2倍、内側のリングなら3倍の得点。
最高得点は180点です。見事1位になった方には番組オリジナルのハッピー仕様のやつをプレゼント。さあ1位を目指してレッツスタート。スリーショットダンスの時間です。はい、を目指して頑張ってください。頑張ってください。もうダンスもね、もちろんでサッカーもやってましたからね、ちょっと期待大よ。本当ですか？ダンスは経験は、いや、やったことあります。あ、そうなんですか、はい、けど自信はあるけど保証はないです。あ、でも自信があるってね、保証はないですね。では現在のランキング見てまいりましょう。こちらです。現在のトップは中村獅童さん101点。おお、いきます。なんですよ、ちょっと壁は高いですけれども、はい、でも今日はちょっとね、期待できそうですね。102点以上出します、はい、やった、出します。頼もしいですね、はい、では102点を目指してまいりましょう、はい、まずは1投目です。ファーストショー、緊張するな。どうぞ。おお。じゃあ今のはまあ、ここであのトリプルの22、2個入れれば120です。きた、はい、男、はい、かっこいい、言い切りましたね、はい、2勝目です。はい、全然だよ。はい、タトゥーンの谷主人さん、1投目は残念ながら0ポイントだったんです、はい、ここでちょっとランキングもう一度おさらいしていきましょう。なんでよ、0点じゃないの。38位に嵐さんがランクされてるんですよ。ここはちょっとぜひ、ここはちょっとね、超えとかないと、超えて、ね、先輩ですけれどもね、せっかくですから、はい、はい、お待たせいたしました。それでは赤西さんによる2投目、はい、参りましょう。セカンドショー、どうぞ。お、あ、でもポイントされましたね。18ポイントです。おお、入りました。これでということは20のトリプルを出せば、はい、そうですね、ね、ベスト10入っちゃうかも。そうですね、そうですよ、十分可能性ありますからね。38位の嵐さんの上に行きます、目指して、はい、はい、それでは運命の3投目参りましょう。ファイナルショット、おお、プラス13ポイントで合計31ポイント。ということは嵐さんは超えたのかピラ。ちょっともう一回見てみましょうか、はい、ランキングこちらです。さあランキングいくでしょうか、はい、ちょっと用意ができないようなんですけれども、はいはい、あ、出ました、65位。わ、え、まあ、31点ですよ。31点ですので、ね、もうちょっと上ですね、実際ね。得点が出るまでドラマの見どころかなんかね。あ、そうですね、クリスマスなんて大嫌い、うん、はいはい、そうですね、あの僕が演じる翔くんと深田さんの演じる冬美ちゃんと金子さん演じる、金子さん演じる、あれなんだっけ、社長さんの、社長さんの、はい、あの、ね、金持ちの、はい、その微妙な3人の三角関係と、はい、めんどくさがりな冬美ちゃんが僕のおせっかいによって変わっていくっていう、はい、そのね、クリスマスのジンさんが演じる男の子のこの微妙な恋心と言いますか、はい、なんだかね、もうお姉さんみたいな気分で ね、なんか歯がゆいんですよ。あ、そう、なんか若い方から、ね、大人の方まで皆さんが楽しめるドラマって言ってたんですけれども、はい、いただきたいですね、ぜひともね、はい、はい、じゃあ得点はランキングのようにできましたかね。45位にランクされました。そういうことはちょっとしたかった。あ、まあでも現実ですね、それ。問題です。またぜひね、はい、はい、遊びに来てください。どうもありがとうございました。ありがとうございました。